どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、不動明天入手しました。次はここ、行ってみましょう。ここは確か、洞穴だったと思う。だよね。洞穴がまだ仲間になってないもんね。これだね。黒く燃える炎の影に。場所は、玄武のところだよね。あ、これだね。宝剣殿の2匹の蛇を超えた玄武の大岩のあたり。どこだったか全く覚えてないけども。まあ、わかるでしょう。行ってみましょう。あ、ここだ。2匹の蛇を超えた、ここの石のところだ。ここ。ここの岩の後ろぐらいなんか、なかったこれ。ジャンプしていってさ、あ、いけない、なんか、いけた気がするんだけど、ここか。ここだったね。なんか変なところからジャンプしなきゃいけないところがあったから、ここだ。よし、いけた。え、いや、違う。これ、アイテムがあるだけだ、ここ。違った、ここじゃない。あった。玄武岩があった、これか。これで水をかければいいんだ。で、これで洞穴を倒せば、洞穴を入手。ということだね。え、ちょっと待って。主典同時で倒さなきゃいけないの？あ、いきなりだ。いきなり戦闘になった。いるね。よかった。主典同時だけだったら絶対無理だ。よし、不動明天の力。ちょっと見せてもらいましょう。相当強かったとは思うけどね。いいね。いいよ、いいよ。やばい。ああ。やば。ちょっと仲間を交代していけるんでしょ？ならば、これならいける。必殺技を連発していけば、勝てるんで、これでいけ！もう少し。多分あとトーマが必殺技打てれば勝てるんじゃないかな。うん、これ不動明天よりは楽だわ。うん、あの天の時はトーマしか使えなかったからね。あれはつらかった。それに比べれば全然なんてことない。いける。うん、こんなもんか。やば、 HP 低っ。ちょっと待って。ケイタもいいけどね。じゃ、まず、トーマから、行きましょう。あっぶね。ここで、ある程度減らせてれば、ケイタでフィニッシュいけるね。あ、いや、トーマでいける。このまま、押せ押せでいけるわ。うわ、マジか。はい。終わりだ、もう。よし。じゃあ、やっぱ不動明天はね、強い。めちゃくちゃ強いな。よし、これで、仲間になるでしょ。玄武の水をかけてあげると、洞穴が元に戻るんだよね。よし。まあ今のところね、強いアタッカーっていうのが、ほぼほぼいなかったから、洞穴がここで仲間になってくれると、相当頼もしい。やったよ。よーし、来たー！洞穴。レベルは、いや、違う。確かレベルは、ある程度上がってた気がするな。不動明ボーイとかも確かそうだったから。そうだな。
結構高いんじゃない？ここの適正レベルぐらいのレベルになってるんじゃないでしょうか。解決です。厳しかった。お一番レベル高い66。わあ、これは強いぞ。もういきなりこれはスタメン確定。まあ後の方までずっとね使っていけるキャラクターだから嬉しいね。じゃあ次はどこに行きましょうか。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。